まちゃ、れっちゃんでーす。いつもご視聴、コメント、高評価、本当にありがとうございます。はい、ということで、今回もドッカンバトルやっていきましょう。はい、ということで、今回使っていくのがこちら。はい、スーパーサイジンゴッド、スーパーサイジン孫悟空、完成しましたので使っていこうかなと思います。はい、ということで、こちらもですね、ツイッターに載っていたんですが、一応、詳細を見ていきましょう。はい、ではリーダースキル、指定の絆カテゴリーの 120% サンドですね。サンドじゃない、120% ですね。で、ご飯に次ぐ2番目なのかなって感じです。で、必殺技はまあベジータと同じアタックディフェンス無限上昇で、パッシブもベジータと同じですね。技のところが体になって、まあ待機玉を取得するとアタックディフェンス 30% アップって感じのキャラでございます。で、連続撃曲ぶりに一応してあります。まあまだ1突なんでね、この後増えるんですけど、まあ連続攻撃でいいかなって感じですね。で、こちらは1突なのでディフェンスがまあ結構低いので、まあ、ベジータみたいにはならないかなと思います。で、今回は、前回が確か、ディフェンスの方が 130% だったんですけど、今回はカメハメハカテゴリーで使うので、アタックディフェンス 170% でやってみようかなと思います。で、前回はフリーザに行ってしまったんですが、今回はベジータに行こうかなと思います。はい、ではこれでやっていきたいと思います。行きましょう。はい、さあやっていきましょう。2ターン目に行きますね。なので1ターン目はさらっと流していきたいと思います。いや、かっこいい。お、気絶した。はい、ということで、やっていきましょう。では、あったかな？なかったかも。ありましたね。変えて、さらに変えて、変えまして、OK。何個取れないのかな？3個取れないんですが、やってみましょう。さあ、ディフェンス。おー、23万。1突で23万です。で、アタックは数値だと68万。さあ、どのぐらい火力が出るんでしょうか。お、318万。すごいぞ。かっこいい。285万。OK。はい、ではもう一回やってみましょう。今回は、こっちでいくか。1、2、3、4、5、6、二次期玉4つと、待機玉6個です。さあ、アタック倍率が微妙にぐちゃぐちゃになってますね。155万。かっこいい。76万。142万。
いけ。オーケー。さ、今回は変換されませんでした。どうしよう。じゃあサンドした状態でやってみますか。さあワクワクですね。今回はすべて取れます。 OK。 で、スノーディフェンス今48000ですね。必殺は2回打ってます。で、これで全部取って、さあディフェンス37万、いいぞこれで。まあ適当に取ります。まあ、まず139万。さあこっからです。おお、415万、いいですね。で、追撃で倒す、すげえ。254万。終わりですね。はい、いかがだったでしょうか。いや強いですね、やっぱりベジータも悟空も。まあでも強いて言うなら、あの気玉にやっぱ依存しちゃうってところと、自分の取らなきゃいけない気玉じゃないのがアタックがね少し下がっちゃうので、こちらですね、アタックがちょっと下がっちゃうので、まあそこがうんって感じですね。まあでも全然ね、 20% アップでも10個取れば 200% なんで全然強いと思います。はい、こちらもね持っている方いらっしゃいましたら、ぜひぜひ作ってみてくださいということで、今回はここまでで終わりにしたいと思います。ここまで見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。概要欄にツイッターのリンクも貼っておきますので、フォローぜひぜひよろしくお願いします。ということでまた次回お会いしましょう。またね。